後輩グループのファーストアルバム走り出す瞬間6月20日発売のキービジュアルは26日公開された。ジャケット写し、シーンは3月下旬都内某所にて撮影。あまり天気が良くない中ではだが、初めての自分たちのアルバムジャケット撮影ということで、メンバーのテンションは高く積極的に臨んだそう。この日初めて新しい制服に袖を通した1期生、2期生混合のグループショットは、メンバーたちの自然な表情が印象的だ。アーティスト写真は、グループ名の由来でもある東京、六本木の欅坂にて撮影が行われた。早朝からではあったが、道行く人の中には、同所で撮影するグループに、誰?と足を止め撮影を見学する人も。今回、欅坂46としては、初めての白の制服で、季節感もピッタ。リナ爽やかな印象のビジュアルに仕上がっている。6月4日からはライブツアーも開始。先日、チケットの完売が発表され、7月 9.10 日に千葉幕張メッセイベントホールでの追加公演を決定めしている。欅坂46走り出す瞬間ツアー2186月4日、月曜日、神奈川、パシフィコ、横浜国立大ホール6月5日、日。神奈川、パシフィコ、横浜国立大ホール6月6日、水曜日、神奈川。パシフィコ、横浜国立大ホール6月13日、水曜日、東京、東京国際。フォーラム A6 月27日水曜日、大阪、大阪フェスティバルホール。6月28日木曜日、大阪、大阪フェスティバルホール7月2日、月。愛知、名古屋センチュリーホール7月3日火曜日、愛知、メイフル。やセンチュリーホール7月9日、月曜日、千葉、幕張メッセイベント。ホール追加公演7月10日火曜日、千葉、幕張メッセイベント。ホール追加公演。